そうで、EN の子たちのツイートを見てて一個素敵な言葉を見つけてしまったあるね。ごめんなソーリーごめんなソーリーはもしかしてバンコク共通語あるか、なんかそういう。でその後ねちょっと調べたあるよね。そしたらどうやら日本語と英語を組み合わせた言葉が流行ってるらしくて、なんかそういう日本語と英語組み合わさってごちゃごちゃになってる言葉が外国の方で流行ってるらしい。あるそう、そういうね言葉をまとめたサイトがあって、そう、やめてくだストップめっちゃやるなあのミュートやめてくだストップってめっちゃよくないあるか。ありがそう、ありがてんやけだったかな、なんかねちょっと待つあるな、調べればね多分出てくるあるよね。英語、英語、日本語、足した言葉あ、ごめんなソーリーで多分調べれば、ごめん、なんかねどこで見たあるかな、忘れちゃったあるよな、なんかねそういう言葉ばっかり。ごめんなソーリー、ありがとうサンクス、ありがとうサンクスございマッチあるってありがとうサンクスございマッチめっちゃよくないあるかこれありがとうサンクスございマッチめっちゃ面白いあるよなこれ。もう一個くらい、大丈夫 OK、 大丈夫 OK、 大丈夫ですか OK が多分混ざってるあるなこれも、大丈夫 OK、やめてくだストップ素晴らまジング素晴らまジング、素晴らまジングとかもめっちゃ面白いあるな。なんかこういう T シャツが売ってるあるよ、ジャパングリッシュっていうらしいあるな。ちょっとジャパングリッシュで調べてみるあるか、ジャパングリッシュ、ジャパングリッシュ、ジャパングリッシュめっちゃ面白いあるな。シーシーやなら、さようならとシーユーを合わせてシーやならシーやら、シーやらな、シーやなら、ちょっと言いにくいあるな、シーやなら。現地の人はシーやシーやっていうことが多いみたいあるなあ、シーシーやなら、シーやならあるな多分。ジャスアミンツ、ミニッツ、ジャストアミニッツとちょっと待ってを合わせてちょっとアミニッツちょっとアミニッツめっちゃいいやるな、ちょっとアミニッツ、いたしめ、うん、ちょんと、なんかね、そもそも英語が読めないあるから発音がわかんないあるけど、どういたしましてと、どんとどんとマインドかな、どんとマインドを合わせてどんといたしましてみたいなどんといたしましてみたいな、大丈夫 OK とかめっちゃ可愛いあるな。うるさいとシャラップを合わせてうるシャラップうるシャラップ、うるシャラップちょっと面白いあるな。ちょっとこれをね使いこなせれば EN の子ととんでもなくコミュニケーションが取れる可能性があるあるなうるシャラップ、素晴らしいとアメージング、素晴らメージング素晴らメージング
これめっちゃ面白い。いただきますと、いいとを足して、いいとだけます。いいとだけます。いいとだけます、やるな。ごちそうさまは何やるか。何やるの。いいと炊きます。あ、でもなんかどうやらいいと炊きますは通じるっぽいやるな。いいと炊きます。通じてるっぽいやるな。アメージングって言われてる。あるいいと炊きます。アメージング。